こんばんは。7月1日午後4時になりました。第140回しゃべくり祭りの時間になりました。今日の祭りなんですけどね、昨日の雨でだいぶあれですよね、べちゃべちゃしてね、なんかこのねっとりしてましたね。気温はどのぐらい暑かったですかね。30度ぐらいいったんですか、いかなかったですかね。そうですかね、27、8度ですかね。どうですかね。ということでね、今日はですね、今日は慌てて家に帰ってね、夕飯見ましたらね、富士山の山開き、すごかったですよね。大きいね、記事になってましたね。なんかね、こう夕刊にはですね、何ですか、弾丸登山者ね、夜登って御来光を拝むっていうようなね、夜中に歩いてこの御来光を見たというようなね、だいぶ記事に載ってましたけども、すごかったですよ。写真も載ってたんですけどね、本当に長蛇の列なんてありましたけどね、本当に蛇みたいね、山頂までね、人間がこう続いてるんですよ。素晴らしいですね。あの人たちはいいことあるかもしれませんね。というようなことでですね、しゃべくり祭りのいつもの通り生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、住民自治協議会の教育文化支援会の副委員長さん、毛利さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。毛利さん、名前は何ていうんですか、難しい字で読めえですよ。自民自治協議会の毛利と申します、はい、よろしくお願いいたします。名字は分かるんですか、名前はね、さっきここに今出てたから皆さんもお呼びじゃないかと思うんですが、私戦前の出てましたか、戦前の生まれなもんですからね。あ、そうですか。わずか半年でしたけど、なもんですから父親が非常に難しい名前をつけてくれまして、嬉しいやら悲しいやら苦労させられましたね。いや、いいことはいいこといっぱいありますね。いや、今日ね、毛利さんの名前の話じゃないんですよね。すいませんね、余計な話しちゃってね。今日はですね、ホタルのお話なんですけども、毛利さん、どうしてこの、ホタルの研究を調査されたんですか、理由は。そうですね、ところで宮坂さんね、どうですか、ホタル今見たことありますか。私はね、ホタルよりね、町の方行っちゃうからね、町にホタル飛んでなくてね、もうこれ何十年見てますね。やっぱりね、若い時はあれですよね。そうですね、昔は見ましたね、子供の頃はね、町の光の方がいいですよね。そうですね、まあ、その町の光よりホタルの光の方がね、いいですね、はい。でも小さい時はどうです。いや、私ね、悪い子だったんでね、ホタル捕まえましたね。あ、捕まえちゃいけないんでしょ。昔はみんな使いましたね。モルさんも使いました。たくさんね、竹ぼうきで叩き落として、そうこんなね、ホタルカゴにいっぱい詰め込んで持ってきましたね。そうですね、それでホタル、蚊帳の中に放して、そうですね、夜はね、楽しみましたよね。ところが今は見えないですもんね。そうですね、どこ行っちゃったんでしょう。どこ行っちゃったんですか、モルさん捕まえちゃったんじゃないですか。というようなね、そんな疑問がありまして、で
きな蛍はいるのかなと、うん、いるんですか、それがねいるんですね、いるんですか、松代はね、幸いに幸いに、ねね、全くあの自然のままにあの生まれて鑑賞できるところがね、先週もねあの、校長先生赤羽先生がね、なんか飼育されてるという話ありましたけど、東小学校はねもう30年近く研究されましてね、そうですね、学校であの孵化させて放流してという学校を挙げて大きな行事としてねやっぱりしますね。で自然にはどうなんですか。で自然にはですね、昔はあの身近な小さな川でね小川で孵化していたんですけども、うん、今はやはり松代はあの随分環境も変わりましたので、うん、主なあの河川以外は見られなくなりましたね。ただそれでも小さなところでねあちらこちらで、うん、あの見られますので。そうですか、まだまだここにある地図もそうなんですか。そうなんです。おご覧いただきたいと思いますが、こちらの地図をご覧ください、これが松代の市街地でありますね。字が逆になってますが、間違えたんじゃなくて、松代の町というのは私どもは皆南向きに、山に向いて生活をしております。南と東に、南から東にですね山が ありまして、その真ん中にここに、地震で有名な水上山が鎮座しておりますね。こちらの上の地図ですかね、あの写真ですかね、ちょっとこの上の写真写してもらっていいですか、その地図と合わせてね、そうですね、これがその今の水上山です、ね、山 で, す、はい、でこれも水上山に向かって北から南へ移した写真ですね。ね、で、この水上山のこの東側のこちらを、そっちが東ですか。それ西ですね。西側ですね。じゃ間違えましたね。こちら側ですね。そうですね。それが東ですね。こちらが東側で、森さん緊張してますね。ずっと流れてます。流れ下っているのが藤沢川という川ですね。はい、そうですね。それで西側のこの川が、地蔵峠から流れ下ってくる松代の真ん中を流れている関谷川ですね。そうですね。下流行くと昼川になります。そうですね。もう一本この山の、こちら側の尾根筋を、谷を流れ下るのが神田川という、この3本の川にたくさんあります、ね、この地図に使わせてもらう。ちょっとお待ちさん、はい、これいいですか、地図。今の水上山があって、ちょっとここいいですか、下。はい、水上山がありまして、そこのこれがこちら側は東側の藤沢川ですね、赤い丸がこれホタルの発生場所です。でこの二重丸がこれ多く発生しているところですね。それからその東あの水上山の西側地蔵こちらの地蔵峠から、松代の町に流れ下ってます。でここが、ちょうどこの大きな二重丸があるところが、だいたいこの辺りが、虫歌観音の前の辺りになりますかね。その辺りでたくさん発生をします。もちろん下流の方までずっと発生をしておりますからね。なるほどね。それからもう一つはこの地震観測所の前を流れ下っている神田川ですね、これはあの松代城に流れ込んでいた、昔は流れ込んでいた川ですが、これも清水寺寺廟文化の観音像があるところから、西条小学校の前を流れてずっと行きますね。これもこの沿岸にたくさんホタルが出てますね。まあ、こんなところがですね、一番松代の今、いつ7月の初めに行き回りますとね、大体毎晩見られるところですね。森さん、じゃあ場所川ごとにちょっと説明していただいていいですか。はい、こののがそうですか。この写真をご覧ください。この川は東小小学校の横をずっと山手に向かってですね、水上山の東側に遡っていく道路です。あ、豊坂に登っていく道ですかね。そうですね。あーはーはー、この川のこの川にホタルがたくさん出るんですが、で、昔はここはもっとすごくて、足すのに匹敵するとまで言われた、
あの例の長野小樽の会の三井先生がそうおっしゃってましたが、非常に数百匹飛び交っていたそうですね。これあの先週赤羽校長先生がお話しいただいた東尾小学校の飼育なんだ、育成しているホタルと関係あるんですか、こちらの方は。そうでもないんですか。これ東尾小学校はここのホタルのこの下流に位置してまして、この周辺もたくさん出ておりますので、出ておりましたから、そこで飼育を始めたようですが、特にあのここにたくさん出るもんですから、ここから親を採集して、ホタルを産卵させて育成をすると、そういうことを東尾小学校やってますね。ただあの新しくこういう、自然の親を取らないと、やはりホタルが非常に弱くなるそうですね。ああなるほど。でこれが実はあの東尾小学校やそれからホタルの会の方々が中心になって、ホタルの一番出ていたところの川をこの堤防の向こう側、こちら側ですね、こちらに残しているんです。そのあたりでここが一番たくさんホタルの出たところなんですが、見えてるこの少し見えてるこれ水上山の元ですか。そうです、これが水上山ですね。水上山、なるほど、ね、でこの向こうの向こうの霞んでるようなこの山が地蔵峠にありますね。その地蔵峠に向かって上がっていく道です。で次はこれはこれでいいんですか。次はどうなりますか。これはあの先ほど東水上山の西側を地蔵峠に向かっていく県道です。でこの右側が虫歌観音になりますね。こちらが手前の方です。その間にあの関屋川が地蔵峠から流れ下っていきます。これも道沿い の川のものですからね。これもあの人家の間切れたところにホタルがたくさん出るところなところですね。そうですか。それでこれも、あ、これもそうですね。これもそうですね。同じところですね。同じところです。同じ、こちらはあの歩道が横に ついてますので、鑑賞するには非常にあの好都合な場所だと思います。ただ、ここ車が通るもんですからね、ホタルがワープしてしまいましてね、見えなくなりますが、はい。で、ここはどこになりますか。これは、地震観測所から流れ下ってくる西条ですね。あの西条小学校の前を流とか中村神社の前を通って神田川離れ山の方にですね流れ下っていく、あれですね、川神田川ですね。これが、ね、これは神田川ですね。これもたくさん出るところです。そうなんですね。でこれは、ね、これも神田川の下流地域になりまして、恵明寺の、この辺が恵明寺になりますかね。だいぶじゃもう下がってきますね。そうですね。町中に、ね、町に近いんですが、こちらの方はもうこのすぐ奥は住宅街、なるほど、関西の住宅街になりますが、ここでもあの川沿いが暗くなって、配慮されているところはたくさんホタルが出ますね。そうですか。で次すぐ見え、まあ、鑑賞できますね。これは川じゃないですね。はい、これは川じゃなくてですね、実はこれは真っ白で、ただここだけがこれまでのホタルは全部源氏ホタルなんですが、これはここ水が湧いているところですね。大室の南の方ですが、地元の方はガニ池とおっしゃってますね。なるほど。ガニ池ですね。よく聞きますね。ここはこの湧水帯を中心に、この周りでの 水路を中心に、ここは平家ボタルがだけが発生してます。大変、ここだけなんですか。ここだけですね。じゃあ源氏ボタル、貴重なところですね。大変貴重なところですね。平家ボタルと源氏ボタルの違いは、体の大きさと同時に光る周波数が違いまして、ピカ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 と、短く発光するのが平家ボタルですね。ところで森さん、私よくこの車で走ってても見たことないんですけどね。どうしてですかね。ホタルは、あれですね、光が淡いもんですから、非常に見えづらいですね。特に車の光は強力な光なもんですから、
照らされますと全く光が消えてしまいますね。じゃあ飛んでても見えないということですか。そう、飛んでても見えないんです。先ほどお話ししたように道路沿いの川ですから、自動車が近寄ってくるともう全く見えなくなりますね。これあれやっぱりホタルって昔と比べて今減ってるんですか。だいぶ減ってるんですか。我々の子供の頃と比較するともう断然減ってますよね。そうなんですか。やっぱりね、この数年比べてもやはり減ってると思います。それ減ってるんで、その例えばもっと多くすると回復させるためにはどうしたらいいんですか。どうしたらいいですかね。一番のホタルは蛍の宮坂さんね、蛍はどうして光るのか知りません。どういう意味持ってるかご存知です。わかりませんね。モーリさんの頭光ってちょっと私の頭も光ってる状態をお見せしたいぐらいなんですが、ホタルは実は飛んでいるのはオスですなんですよね。メス飛ばないんですか。メスはほとんど飛ばなくて、水辺の草に止まったままで、それで光もゆっくり光ってますね。どうしてかというと、やはり飛んでいるオスが光ると、それに対してメスが答えをすると、光によって会話してるんですね。そうなんですか。それで気に入った相手がを選んで、それで交尾をして産卵をすると。ですからホタルが光るというのは、いわゆる恋の相手を選んでいる、ね、その状態なんですね。だから街灯や蛍光灯でね、光がなくなると非常に困るんですね。森さんすいません、私ねくだらない話しちゃってね、時間がなくなっちゃったんですけど、ところで毎年ね蛍の講演会されてるようなんですけど、今年はやらないんですか。今年はやろうと思ったんですが、この数年水井先生、長野蛍の会の水井先生にお願いをしてね、ずっと何度もやってたんですが、あまりだんだんとおいでになる方が少なくなりましたので、今年はその代わりにここでやってると、この放送で代わりにさせていただいても申し訳ないですが、この偉い先生のね、今より毛利さんの話がね、効果ありますよ。何言っちゃ怒られちゃう私の話はそんな下手なもんですから、ところで最後にね、毛利さんなんか一言なんかあるらしいんですが、なんかあるんですか。一言一つこの皆さん興味のある方はご覧いただきたいんですが、蛍の会の三井先生が今信濃毎日新聞社から出版されている大変綺麗な本です。これを見ると蛍の飼育や生態がよく分かりますので、ぜひご覧いただければと思って持ってきました。ありがとうございました。あとなんか水環境の講演会もあるみたいで、それは蛍と関係ないですか。その代わりに長松城は自然環境も大変豊かで、きれいな水が柱越しに出てます。そういうところにまだ日本古来の在来のメダカが生息しておりましてね、非常に貴重な環境だと思いますので、そういうことをですね、長野県の環境衛生研究所の方に来ていただいてお話をしていただいて、9月1日にやりたいと思います。9月ですね、だいぶ先なんでね、またぜひまた PR していただいてね、お話しいただけたと思いますけど、すいません、進行まずくて、2本も過ぎちゃったんですけど、すいませんでした。もう一つ、ありますか、はい、いいですか。じゃあ10秒で。申し訳ありません。ホタルは LED を非常に嫌いますので、こういうふうに、新聞記事ももうすでに1年前にありますが、ホタルがその地域からいなくなる可能性がありますので、ぜひ街灯を LED 化するときはですね、川を照らさないように工夫をしていただきたい。それだけでホタルは絶滅しないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。そうですね、ホタルの住める環境をね、作っていかなきゃいけないと思いますので、すいません、だいぶ時間過ぎちゃって申し訳ありませんでした。今日はありがとうございました。
ちゃうとね、これ喜ぶんだよね。あさてがね、言わないとね、二本松さんがね、怒るんですよ。あさてって言えって言ってね、さてって言いました。はい、ということで、はい、来週のしゃべくりマスローは、はい、子ども勝ち抜き太鼓の保護者代表で小山さんを呼びしてるんですけど、いろいろな楽しいお話聞かせていただきたいと思いますけど、パーソナリティ内容は、あ、パーソナリティどんな話ですか。どんな話ですか。内容はどんな、はい、内容は、内容はい、今までの楽しかった話をね、つらつらと語りたいと思います、はい、はい、2人でですか、じゃないよね、パーソナリティのゲストですよね、はい、いや実はね今ね突然に振られたんでね何も知らないんですよ。すいません、何も知らないで出てくるというね、もうデタラメな人間ですから、すいません。はい、パーソナリティね、はい、はい、久しぶりでしょ。そうです ね頑張ってくださいね。いやいやいや、小山さん、小山さん、はい、初めてのゲストで緊張してます。ええ、ゲストってあんまり普通ね、あんまり毎週出てきたらね、これゲストじゃなくてパーソナリティになっちゃうからね。はい、なんかすごく面白い話するんでしょ。楽しいですよ、これからね、みんながちょっとやってみたいな、やってみたいなっていう、いいですね、いうふうに思わせるような話。ここで叩いてくれるんですか。いや、叩くとね、やっぱり迫力があって、うん、ここのガラス全部割れてしまうので、デビュー戦で聞いていただきたいなって、ね、そんな話に持ってきたいと思います。じゃあ来週はもう楽しいですね。楽しいですよ、笑いあり、涙あり、感動あり、あ、いいの15分をお届けしたいと思います。俺のネタ取られちゃったな。ね、入れ歯の人はね、入れ歯外してこないと飛んじゃうってことね。はい、わかりました。来週じゃあしゃべくりましろ、はい、楽しみにね、はいはい、よろしくお願いします。しゃべくり松代、また見てね。